かしトライアングルに熱いものを覚えたマエストロの反応集。4月25日よりジャンプ本誌からジャンププラスにて連載スタート。ぜひご閲覧ください。かなで鈴編。本誌で金の原因。整合。主人公一筋だからギリ許されるぜ。脱獄衆。ガチ妖刀。ビースト3。ラスト。ブレーキの壊れたダンプカー。欲のゴンゲ。これ校長並みだろ。校長は現実にもっとすごいのいるから。善ではなく1に特化した校長。ジャンプでここまで潜在能力解放してんのご飯とこいつだけだろ。でヒロイン。肉食系ヒロイン。ヒロインの性欲が原因で移籍する漫画初めて見た。ヒロインの性欲を抑えきれずルケイになる漫画とか前代未聞だろ。すっかり汚れキャラになっちまって。週刊少年ジャンプから溢れた女。大津に出演できるほどのバカでかい欲の持ち主。三大欲求の化身。異常性欲者。ダークネスの原因。先輩がまつりちゃんにラッキーでするだけのラブコメならジャンプでやれた。ダークネスが抑えられない系ヒロイン。作者でも抑えられないダークネス。原作者そっちのけで勝手に動き出した女。ジャンプも手に負えなかった欲の化け物。チャリオッツレクイエム。失礼だな純愛だよ。あいつにジャンプは狭すぎた。どうせならヤングジャンプに行こうぜ。好きは止められねえんだ。クエスチョン、好きが溢れるとどうなる？アンサー、本誌を追い出される。スパイファミリーが星野源ならこっちは性の源だぞ。リビドークロス原案者。鈴を自由に動かすと主役食っちまうからな。可愛い子が変態だと嬉しい。勝手にダークネス化するなんて鈴とレッドアイズぐらいだと思う。彼らは目撃する、本誌を捨て去った者の剥き出しの肉体、その躍動を。暴れても無駄。私ダークネス。強いね。女もいけるしな。殺生石が割れて何が起こるか身構えてたけど、鈴の封印が解かれたのか。鈴には男の祭りを、先輩には女の祭りをって言ってたけど。まさか両方手に入れたがるほどの欲とは思わなかった。女でもいいかなって思って過去改変やめるやつ初めて見た。女でもいいって発言した瞬間男ルートシャットダウンされるのひどくない？昔の自分が今のお前を見たらどう思うかなって本当に見られてドン引きされてるのは初めて見た。もう深層心理みたいなやつにも聞かれたら、お前欲だけで生きてるようなものじゃん。多分ヒロインが鈴じゃなければもっと本誌連載長かったと思う。改めて見返したら割と最初の頃から鈴がエンチだった。キスが愛情表現じゃなくて、ハッチ目的の行為って言われてるのが本当にひどい。ディープキスするために分身使ったフェイントとか初めて見た。なんなら分身でのフェイントをナルトとポケモン以外で初めて見た気がする。人気のないところに誘い出すことでより、いことをしようとするヒロインだ。面構えが違う。こいつが本当のラスボスでは？ギアを一つ上げていくぞ。週刊ジャンプは猛獣を檻から解き放つな。だんだん面白くなってきてたのに、何故こんなタイミングなんだ。ジャンプ追放に納得感と絶望感しかない。遺跡っていうかこれ隔離。ブリーチとかテニプリみたく技がインフレする漫画はジャンプにいくつかある。ヒロインの性欲もインフレするんですね。トラブルはみんながはっちゃけた結果ダークネス化したが、今回はこいつ一人でダークネスした。今週で本誌掲載終了なのは奏鈴に対する最後の抵抗説式。乙女奏鈴、恋人の性別は関係ない。くどい、性別がどうであろうが私が好きであればよい。たまたま好きになった人が女の子になっただけだからな。元に戻ろうが戻らなかろうが美味しくいただく子だ。鈴は男でも女でも祭りが好きって感じだけど、精神的に女の子になってもヒロインが好きということはむしろ祭りがレズなのでは？女だったらよかったけど、もし獣にされてたら獣になってたのかな。鈴がイクしてもおかしくないからジャンプじゃ無理だよな。
まあ本誌じゃさすがにヒロインが股間を股間にすりつけてるようなのを状態化するわけにはいかんか。こっちに生えたら祭りが秒で、糖質しそう。クスは S 級でもはばかられるからな。カナデスズはいつか必ずやると思っていました。搾取者を女にし被害者を元男にすることでポリコレに完璧に配慮しました。いかがですか？プラス送りにしょす？これで無印だったというのが驚きだ。ダークネスしたらどこまで行くのか。プラスは首とか黒塗り系の規制は容赦なくされるけど、逆に展開は自由でそっち方面は普通の少年誌より規制が緩いから。プラスでなら本番描写も OK だぞ。その欲望を解放しろ。ジャンプラが性癖博覧会になる。すぐアプリで見れなくなりそう。大丈夫？ジャンプラがアプリストアから消えない？少年ジャンプの少年部分がどんどん足かせに。週末のハーレムがセーフなんだから割となんでもありだろって気もする。いやあれもアウト判定食らったりはしたけど。この前例があるからアヤトラがどこまでダークネスできるか懐疑的な部分がある。先駆者と言いたまえ。はぁ？深夜に更新して怒られたら差し替えするだけだろ？でもマガジンとかはお構いなしに、とかやるし。ジャンプでもやってるし。シャバにいられるギリギリの、よく。流刑にされているようだが。本誌のことをシャバっていうのやめろ。今回ない中学生たちに夢と希望を授けてるな。最近はジャンプラの方が読むもの多かったり、チェンソニキも始まるし。ジャンプラもレズニはかなり厳しい場所なので不安ではある。まあレズニ優しい雑誌なんてユリ姫くらいしかないけど。よく強すぎるヒロインはもう少し流行ってほしい。何でれって言うんだろう。欲を強くしたければ一途な女の子にしたら良いというのは目から鱗だったよ。最近、よく強いヒロイン増えてきたよ。この隙が溢れちゃうって表現なんか好き？いつも大体漏れ出てない？隙が溢れるのはいいけど、どういう形で外界に出力されるかといえば。漏れ出てるのは気持ちだけかな？作家的にも無理に出版社の進行に合わせる必要もないから、ウェブ掲載の方がやりやすいという人は圧倒的に多いと聞く。紙じゃなくなると思いっきり、減るという楽しみが減るなぁ。これについて娘さんはどう思ってるんだろ？期待に応えてあげて。やれ。はい。はい。はい。もう我慢できない。はい。はい。はい。遺跡一発目から〇にしてそう。あやかしトライアングルは健全な漫画です。とりあえずどう変わるか楽しみ。